どうも、べーちゃんです。サバイバル生活日記12日目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんアップデートされましたでしょうか。私しました。はい、アップデートしたので、着ている洋服も変えてみました。はい、特に意味はありません。まだね、このワールドではアップデートの要素には触れてないです。はい、うん、で一度クリエイティブで、ワールド作って洞窟がどんなもんなのかは見てみましたが、まあすごいですね。高さがマイナス2までなるとはね、マインクラフトを始めた時には思ってませんでしたけれども、うん、すごい大きな洞窟が広がってて、いろいろサバイバルでやったらいろいろ楽しい感じになるんじゃないのかなと思いながら、見てきました。まあ一応スクショも1個撮ってみたんですけど、まあその画像を今ここで編集でこんなんですって出してるかどうかちょっと分かんないんですけど、出していたら出していたらこんな感じの洞窟でしたっていうスクショを載せときます。はい。で、今回はここ皆さん覚えておりますでしょうか。序盤に見つけた廃村、夜になっちゃったな、廃村があったんですけど、廃村の村人さんたちをとりあえずここに、住まわせている感じになってるんですけど、まあ廃村から、廃村なのに村人さんがいたんですよね。でこっちの方に、3人が歩いて逃げてきたんで、ここに家を建てて、ここにとりあえず住んでもらってたんですけど、この人たちにそろそろねお仕事してもらおうかなと思いまして、このワールド何が足りないかって慢性的な鉄不足なんですよね。なのでそろそろアイアンゴーレムトラップを作ってもいいかなと思っておりまして、ちょっと作ろうかなと思ってこの場所からスタートしたんですが、今ゾンビさんがね夜になったんで出てきております。はい、なんでちょっとまあそれに向けて準備の方をしたいと思います。ではまず整地をしていきたいと思います。よし、こんな感じで整地の方はいいかな。はい、じゃあ次の作業をやっていきたいと思います。はい、とりあえず今トラップの中心になる場所を決めてみました。はい、ね、どうしようかなって考えながらやってるんですけど、一応こうなんか砂漠の廃村があった場所なので、砂岩を使ってトラップを作っていこうかなと思っていて、で、なんか今整地してね土を敷いたりしたんですけど、まあ、ここを一旦やっぱ剥がして砂岩に変えたりとかいろいろやっていこうかなと思っておりますので、はい、またやっていきます。はい、というわけで、砂岩に置き換えてみました。で、この下に村人さんのいるスペースを作って、そっちも砂岩で、張り替えてみました。はい、
で村人さんがねまだ3人なので、ここから村人さんを増やしたりして、で、一応トラップ完成までちょっとカットしちゃおうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでゴーレムトラップが完成しました。問題なく稼働してくれています。ネザーでやられて防具をなくしたり、エンチャントもまだまだなので、ツールがすぐ壊れたり、建築でランタンを結構使うので慢性的に鉄不足だったんですが、これで解消されます。今回参考にさせていただいたのは Y スタイルさんの動画です。低コストで序盤から作れるということで、かなり便利なトラップです。 Y スタイルさん、ありがとうございます。そしてゴーレムトラップを作ろうと思ったきっかけを作ってくれたのはホキオさんとホキコさんの動画です。鉄不足に悩んでいた時にポキクラを拝見して、これだと思って作りました。Y スタイルさん、ポキオさん、ポキコさん、ありがとうございます。お二方の動画は概要欄に載せておきますので、まだ見ていないという方はぜひ見てみてください。それでは次はこのトラップに装飾をしていこうと思います。きっとサムネでどんな建物かはバレてると思うんですけれども、まあ作っていきたいと思います。今回作ろうと思っているものなんですけど、最初は、工場をイメージしてたんですよね。トラップ、ゴーレムトラップで施設っていうことで工場、鉄を生産する工場みたいなイメージを持ってたんですけど、この場所がね砂漠の村廃村があるんで砂岩でって言いながら最初トラップ作ったと思うんですけど、そう思った時にやっぱ砂漠といえばあれでしょうって思って、まあ作ろうと思っているものはあれなんですけどまあきっとまあさっきも言ったけどサムネでもう先にねバレちゃってるとは思うんですけどね、っていうことなので、まあ今どういう感じのものにしようかなって考えながら今作っております。作り始めました。はい、なのでちょっと考えながら作っていきます。どうしようかな。ガラスをとりあえずガラスで運んでしまおうかな。ガラスが足らないとは思いますが、ガラスで運んじゃいましょうかね。はい、というわけでゴーレムトラップの装飾が終わりました。いやー結構ね地味に時間がかかりました。思いついたものの範囲が広くて、整地したり素材集め、まあ、砂を主にね集めてたんですけど、それに時間がかかってしまいましたが、無事に完成しました。でそれを見ていただきたいと思います。アイアンゴーレムトラップの装飾がこちらです。はい、ピラミッドでございます。はい、どうでしょうか。まあ、ピラミッド自体はまあ割とすぐできたんですが、その周りのね、装飾だったりが結構時間がかかってしまいました。はい、でちょっと近くで見てみましょう。
ピラミッド自体のデザインは、クリーパーの顔をつけてみました。はい、まあ、アイアンゴーレムトラップにクリーパー自体は直接関係ないんですが、まあ、砂岩のね装飾でこういうクリーパーの顔があったりっていうのと、あとまあ作ってる時にわりかしクリーパーにも出くわしたので、クリーパーの顔を入れてみました。で、まあ、階段ブロックでピラミッドを作ったんですけど、その兼ね合いで、階段ブロックがあるのが木材とかだったので、なんだコンクリートブロックとかではなくて、アカシアの木材で階段ブロックを作って、アカシアの木で顔を表現しました。で、アイアンゴーレムトラップなので、この赤い花がよく取れるのでちょっと装飾に使っております。で、地面は基本的には下付きハーフと階段で縁取ってやってるので、この範囲は敵は湧かないかなと思います。はい、この四隅にこういう塔を作ったんですけど、この塔に関しては全くの、意味はないです。あの装飾で塔を建てました。はい、で、模様はもともとあるマイクラのピラミッドのデザインを、ちょっと真似させてもらって模様をつけました。はい、でここが入り口で、まあ、中入るとアイアンゴーレムがお仕事をしていると、はい、説に変わってくれております。はい、で、まあ、中からもこのクリーパーの顔は見えるんですよね。はい、で一番上は開けてあるので 外の光も入ってきます。で、出入り口は反対側にもう一つあります。はい、こんな感じです。まあ、この中も下付きと階段で、作ってるので、まあ、敵も湧かないですね。上はこんな感じで、まあ、ここにも、火をつけて明かりを灯しています。で、一応ここも、まあ、ゲートなので中には入れるんですけど、まあ、入れても特に意味はないんですけど、まあ、真上からトラップが見えるっていうぐらいで、はい、で、ピラミッドの側面ですね、側面の装飾はこんな感じで、あ、どうもこんにちは、あら、ゾンビ肉を召し上がってらっしゃるんですか。痛い、こら、はい、いいや、側面の装飾、あ、ちょっとここを間違えてますね。はい、痛い。痛いでしょ、痛いよ。あ、剣が壊れた。もう、まあ、側面、あ、こんなに、あれ、はい、なんでこんなに向きがおかしいのかな。はい、側面は、サボテンと、まあ、花壇のような感じで装飾をしております。ここは結構狭いので、まあ、このぐらいの装飾でいいかなと。はい、で、まあ、火で明るさもとって、夜でもまあ一応目立つかなっていう感じにしております。はい、で、裏側いきましょうかね。裏側は以前あった、もともとあった、あの村人さんを
避難させていた小屋があったんですけど、あれはそのまま使おうと思ったんですけど、ちょっとあのスペースが合わないので一回壊して作り直しました。はい、そしてこんな感じですね。これ裏側なんですけど、まあ、こっちが入り口、こここんな感じで作ってます。もともとこっちのこの辺りに立ってたんですけど、それを少しずらしまして、で少し小さくしました。はい、でこっち側には池っていうのかな、をちょっと作って装飾しております。はい、最初噴水にしようかなと思ったんですけど、なんかうまいこと思いつかなかったので、このような形で落ち着きました。はい、でこの建物は何なのかっていうと、一応つもりですけど、あのこのピラミッドの管理人さんの家っていうつもりで建て直しました。はい、なのでまあ管理人さんがここの池から水を汲んだりして生活したりもしてますよっていう体です。はい、で一応中もね簡単に装飾してあって、まあこんな感じで、まあ作業台とかまどしかないんですけど、で一応テーブルと椅子っていう感じで、で収納スペースがチェスト3つと、あとここですね、ちょっと小上がりにしたベッドルームっていう感じで作ってみました。はい、一応落ちないように、トラップドアで囲ってあります。でここですね、管理人さんなんで管理しているっていうことで、こう地下に降りていただいて、こっちのドアを開けると通路があって、ここに村人さんたちがいるっていうことですね。はい、でここで鉄を回収するという感じで、最初はここもちょっと一人一人区切って攻撃とかもしやすいようにしようかなと思って作ってたんですけど、職業ブロックとベッドの紐付けだったりだとか、あと、まあ、ゴーレムが湧かなくなったりしたら嫌だなっていうのもあって、とりあえずはこのままに戻しました。はい、まあゴーレムがね湧かなくなっちゃったら元も子もないので、とりあえずはこれで行こうかなと思っております。まあ攻撃しにこっちまで来るかっていうのもちょっとねまだわかんないので、普通本来拠点のある村の方でね村人増やして攻撃するスペース作ったりもしようかなとは思ってるので、はい、とりあえずここはピラミッドはこんな感じで村人さんも平和に暮らせてるっていうことでいいかなと。はいはい、いかがだったでしょうか。今回は、アイアンゴーレムトラップとピラミッドを作ってみました。次回はね、何にしようかまだ考え中ですが、まあ、また拠点の村の方に戻っての、建築を何かしようかなと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録もしていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。